バレリアントリファはまともじゃない。僕には普通であることの定義なんてわからないが、君が他と比べて特殊だってことくらいは理解できる。君ほど諦めの悪い男はそういない。器そのものを変えようなんて考えた希少種がなんでこんな簡単に詰まされてんだ。諦めの悪さは筋金入りの君がさ。まさかあなたに異常者扱いされるとは。光栄と言うべきか、親愛と愚痴るべきか。僕のことはどうでもいいよ。珍しいこともあるものだ。あなたは聖者に興味などない人でしょう。駆け抜けた後の屍しか見ないあなたが私の在り方ごときを気にすると。致命傷だよ。今さらどうしようと助からない。だから轍となった君を振り返り聞かせてもらおう。何を考えてたんだい。要は五色を狂わす。私の狙いは終始一貫してそれだけだ。ゆえあなたを壊しましょう。アルベドの枠をここに消す。今の私には人間が本に見える。木や石がラジオに感じる。あなたの本質も手に取るように理解できる。アンナ・シュライバー、本当のあなたが路傍に打ち捨てられて傷つきあえぐただの子犬でしかないこと。あなたは私を希少と言ったが、確かにそちらから見ればそうかもしれない。今ここにいる少年はひどく凡庸で分かりやすい少女だ。あなたの痛み、あなたの憤怒、胸に迫るほど理解できる。なるほど、確かに致命傷だ。こんなものを背負ってなお人として生きることなどできますまい。狂うよりなかった心情わかりますよ。誰であろうと耐えられない。このアルフヘイム、永遠の子供たちに満ちた世界があなたの逃避先なのでしょう。ニブルヘイムに落ちたあなたにとって唯一の楽園なのでしょう。あなたは彼らと一緒ではない。なぜならあなたは誰にも愛されていない。愛されてなどいないんだ。父親が、母親が、あなたを愛していた。少子千万。そもそもあなたからして彼らを愛してなどいないでしょう。違う、嘘をつくな。ムッターは僕がいなければ生きていけなかったんだ。アーターは僕じゃなければ相手にできなかったんだ。必要とされてたんだ。替えのきかない場所にいたんだ。愛されてた、愛されてた、愛されてたんだ。嘘をつくな。ではなぜあなたは父母を殺した。その一点、ただそれだけでもあなたは私の子供たちと異なっている。愛されていたと言い張るのなら、愛していたと信じるなら、その殺意は愛だというのか。お前、図に乗るな。勘違いをするなよ、マヌケ。何か自分が高みに達したとでも思っているなら、それは錯覚、錯覚なんだ。
まあどう捉えようと構いませんがね、本当はこうされたかったのでしょう。あなたがこのアルフヘイムに馴染めないのはそれを否定しているからだ。私の愛しみたちと決定的に違うのはその一点、魔城の確たる増年金とも、劣等として迫害された特定の人種も、なんと哀れな子供たちであることか。光は誰の上にも降り注いでいるべきはずなのに、なぜなら手をその小さな手で握られると逆らえない、そういうものなのですよ、シュライバー卿。あなたが決してやろうとしないそれこそが、誰にも触られたくない、あなたの渇望はそれでしょう。だからあなたの後ろには屍という轍しかない。黙れ。逃げた先にはろくなことがありませんよ。あなたは。僕は。ただの痩せさらばえた捨て犬に過ぎない。黙れ。僕は不死身のエイベリアなんだ。私は負けない。私は不死身だ。二度と誰にも奪われたりしない。僕は永遠だ。誰もついてこれないだけだ。痛いよ。どうして。お願い抱きしめて。